今回は人を導く最強の教え、易経、人生の問題が解決する64の法則という本をご紹介します。易経は古代中国の経典ですが、現代社会においても多くの示唆に富んだ教えが込められています。この書物が3000年以上にわたり継承されてきた理由は、時代を超えた普遍的な真理を内包しているからでしょう。本書では、成長する、つながる、成功する、リーダーになる、出世するといった人生の節目で直面する課題に対し、易経がいかに答えているかが解説されています。特に印象深かったのは、成功を目指す際の心構えについての叙述です。易経は環境の変化に対する柔軟な適応力を説いています。ある環境で最適解となっていたものも、状況が変わればすぐに陳腐化してしまいます。だからこそ、現状に過剰に適合することなく、常に変化を見据え成長し続ける姿勢が不可欠なのです。また、うまくいかない時期にこそ焦ることなく忍耐強く耐え抜くことが大切とされています。状況を冷静に見つめ、良き指導者の助言に謙虚に学ぶ姿勢を持ち続けることで、いずれは時代の変化に合わせて成功するチャンスが訪れるはずです。一方で、リーダーとしての振る舞い方に関しても、易経は興味深い教えを残しています。時に偽訳を装い、部下を畏怖させることで従わせるテクニックが紹介されています。しかし、それは決して邪悪な意図を持つものではなく、より大きな善のために用いられるべきとされています。重要なのは、自身の目的が正しいものであり、周囲から信頼され尊敬される存在であり続けることです。また、的確な判断力と決断力の重要性も説かれており、確信を持って自身で判断を下せる強い精神力が求められています。さらに、出世に関する教えでは、まず師から学び、謙虚に従うことが第一歩とされています。周囲への感謝の念を忘れず、即平等の情を持って行動することが賢明な振る舞いであると説かれています。一方で、昇進や転職といったチャンスに恵まれても、慢心は戒められます。自身の能力と覚悟を常に見つめ直し、安穏としてはならないと説かれているのです。以上のように、易経には長年の人生経験から導き出された資源が随所に散りばめられています。時代の変化に能動的に対応しながら、人間味あふれる丁寧な心遣いを忘れずにあれば、いずれは成功を収められるはずです。昔から伝わるこの書物から、現代社会に生きる私たちが学ぶべきことは多々あります。本書を読み、読者一人一人が人生の指針として生かしていけば良いでしょう。